ここは赤になるといや、いや、なるほど、はい、わかりました、はい、腰は大丈夫ですか？コーターはやってきたのこれ、コルセットしてますけど、おーい、今ね、掃除してから行きます、はい、これはあれですよね、まあ僕は昨年もやったんで分かってますけど、もみを乾燥させるやつで、なんと昨年はね、なんか動いたり動かなかったりでしたね。そういうのはあのちょっとね、異常燃焼を起こしてちょっとダメだったんですね。はい、今回はいける、今回はいけると、はい、分かりました。とにかく私は作業工程よく分かってないんで、一般人さんに任せるしかないんですけど、とりあえずこういうのを掃除しようかなとか思わないんですか？なかなか思ってたんだけどちょっとできなかったあの昨年も言ったと思うんですけど、1年なんかちょっと重機が増えてるかもしれないですけど、基本はあれですけど、あのそのなんか床の感じとかは割と、はい、はい、いつまで先、いつまで先延ばしにしてるんですか？その時計も全く動いてませんよね、この時計も。手作り時計。手作りではないと思う。はい、まあとりあえず謎が多い。だパンピー工場の セカンドパンピー工場みたいなことですよね。はいはいはい。パンピー、投球練習をしてるのはパンピー工場パート1じゃないですか。パート1です、ね、はい、でそこに自宅もあって、はい、で丸くんが住んでるあのパパパンジンさんの家とかもあって、はい、ご実家があって、そしてここパンピー工場パート2もあると。工場です、はい、さて、はい、農業工場、農業工場はい、発電機、はい、発電機、ちなみにトラックの上をえらいことになってますけど、はい、あ、ちょっと待ってください、すみません、はい、下ろした方がいいかな。大丈夫。怖い。怖い。これは普通のレギュラーガソリン。これはツーサイクル用の。ああ。はは。オイルが混ざっているんだ。はあ、はあははあ、ちょっとね、ホコリ飛ぶんで。おーい。はい、はい、ちょっと離れてください。はい。すごい、すごいアナログな方法です。回しながら。これは飛んでますね。見えづらいけど、回ってる。
ってたら去年のモミってことですね。去年のモミ。ああ。だ今年はまだ使ってない。おお。去年の米と今年の米混ざっちゃう。はい。しっかり掃除。掃除していきます。しっかり掃除。はい。いけそうですか。多分ちょっとゴミ出しちゃいます。あ、なるほど。ここから。あ、そっか。ここからちょっと先開けるかな。あ、これが古い。あ、ははは。溜まってたってことですね、中に。多分使う前にやったのがね。ほう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 。だいたいネズミがいるんで。そっか。まあ確かにネズミからしたら食いもんですよね。食いもの。米とか登ってるとなおさら巣とかがねできやすいんで、ちゃんと閉じといた方がいい。あと使い終わったら、これは本来そこを閉じるとこう上に上がってここから出てくる。ここから上にもみが運ばれて上でこうこっちからばらまかれる。はいはいはい。そうするとここであのバーナーが火で燃えてて、バーナーの熱で、ああそうかそうか、あ今のはここにここで入れて、下から一回、ああ、ああ、ああ、で、ここの中で乾燥させるわけですね。上からばらまって、ああ、ああ、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ次の作業を行ってみましょう。はい。止めていったりですか。はい。なんかちょっと。次はね、ちょっとね、
あの近くのコメディが始まるまでまだ時間があるということでちょっとね振り広い体験に。はい。じゃあちょっと少し振り広いをやってから。いやーええー、ねん。はい。はい。お疲れ様です。はい。一応ねちょっと豆の面に手伝ってもらって舌きれいにしてきました。じゃあ行きましょう。いやー、がっつけすぎるやろ。いや、すいません。そんなちょっと誰が使うねん。あ、すいません。あ、止めてなかった。